中年オタッキーです。先日はね、ライブで、東京オフの飲み会の参加とかを募集したんですが、今のところね、ちゃんと参加表明している方は1名です。いや、まぁ、ちょっと予想してたんですけどね、意外と少ないです。まだ募集しておりますのでね、参加したい方はぜひ、Twitter のね、中年オタッキー2の DM の方にね、応募していただければと思います。まぁ、このままで行くんじゃないかな。そんでね、まぁ、こんな状況だと、僕をディスってる連中がまだ喜びそうですが、まぁ、そんなことはどうでもいいんですけど、今日はこのカメラの紹介いきます。はい、ね、前回、これね、予定してたんですけどね、一回遅れてしまいましたが、セミイコンタ、ですね、スプリングカメラになります。本当はもうちょっと元気にね、ピーンって飛び出してくるみたいなんですけど、まあ、お年を召しているということで元気がなくなっているということですけどね、このカメラの紹介をしていきます。それでは動画スタート。はい、今回紹介するね、このセミコンタ、これ520っていうモデルになるみたいですね。で、私が持っているのはね、1936年ぐらいのカメラになるようです。これね、ボタンを押してそのファインダーとかね、レンズを取り出すんですけども、これね、シャッターチャージね、これシャッターチャージして、こっちの方にね、シャッターボタンがある。これがね、1936年から37年ということでね、それ以前はね、このレンズの方にね、シャッターボタンがついておったみたいですね。で、まあ、セミイコンタセミ版ということでね、645サイズになります。ブローニーフィルムをね、装填してね、まあ、セミ版、ハーフですね、言うたらね。まあ、このようになっておるんですが、まあ、ハーフ版。まあ、ブローニーのハーフということで、16枚撮影することが可能ですね。これね、未だにね、その、ブローニーのフィルムがこの当時から今まで売られているっていうのはすごいことだと思いますね。もうちょっとでもう100年いっちゃうよっていうね、話なんですけどね。で、レンズがね、カールツアイス、イエナ、ですね、これ4枚玉になると思います。テッサーですね。まあ、鷹の目テッサーということでね、私本物のテッサー、まあ、イエナとはいえ本物のテッサーを仕入れるのは初めてなんですけどね。でピント合わせはね、前玉回転式です。これね、メートル表示だ。これはメートル表示です。古いものがフィート表示で、僕が持ってるエンタはね、メートル表示になっています。コンパラピッド社製のね、シャッターユニットを搭載しておりまして、シャッタースピードはなんと500分の1ということでね、同時期のね、日本のカメラだとね、最速で100分の1とかのシャッターなんですが、これは500分の1を搭載しております。さすがドイツ人。この加工精度とかね、そういうのにはね、もうちょっと日本製はかなわない時代の、カメラでありますが、500分の1の時はね、ちょっとね、シャッターチャージが重たいです。こんな感じですね。まあ、今回はね、その、400のフィルムを詰めて撮ってきたんですけど、この500分の1まで切れたっていうことがね、非常にありがたかったです。でね、この蛇腹はもうね、切れてね、穴が開いておりました。穴が開いていたんですが、以前もね、言ってたようにね、マスクの不織布ですか。マスクの不織布はね、マジックで黒く塗ると十分遮光性があるということで、その不織布をね、黒く塗って、この、ピントが合わないかな。中にね、ちょっと見えないか。中にね、貼ってあります。光が漏れているのをね、とこに貼って。で、こうやってね、覗き込んでね、光が漏れてないことをね、確認してね、試写してきたんですね。で、驚きなのがね、その他は何にもいじってません。本当にね、これ、まあ、言ったら、85年ぐらい前か。85年ぐらい前のカメラなんですが、他は何もね、何もやらなかったんですがね、光線漏れはありませんでした。ぶっちゃけた話、もうね、これ絶対光線漏れするやと思ってね、期限切れのフィルムで撮ったんですけどね、
これ遮光性すごいんだなと思います。ブロディフィルムは比較的ね、その光線漏れに強いことは強いんですけどね、裏紙があるんでね、それにしてもね、完全に、光線漏れはありませんでした。でシャッタースピードのね精度も出ていたようでね、ちゃんとね露出が合う写真が撮れておりましたが、ピントはねこの中盤で目測ということで、まあ微妙かなっていう感じのね、解像度になっておりますね。で今回はね、その、以前ね、いただいたフィルム、期限切れフィルムのね、400、ホルガの400で撮ったんですが、ちょっとやっぱね、期限切れということもあって、まぁ、ちょっと粒子が荒れておりますが、まぁ、ここまで映るとぶっちゃけ思ってなかったんで、まぁ、超意外みたいな感じでね、動画にできるぞ、これって、完全に死者だったんですよ。ほんまほんの死者だったんですけどね。で、本来16枚撮れるんですけども、巻き上げのやり方が分かってなくてね、ちゃんと映ってたのは6枚ですね。今回その、ホルガの期限切れ400、で撮影しました。モノクロフィルムですけども、撮影しました、試写の結果の6枚、作例になってまいります。はい、作例ですけどもね、結構粒子が目立ってるのは多分ね、期限切れの影響だと思います。ピント合わせはやはりシビアですね。これは開放で撮っておりますが、まあなんとか合ってるっていうレベルですね。これは一番近いところにピント合わせたんですけど、やっぱりシャープネスは出ておりますね。まあ期限切れフィルムじゃなかったらよかったんですが、これはね、円形の方というか中間の方に、ピント合わせております。結構絞ってるんでね、全体的にピントが合ってると思います。で、ここからはね、前回紹介した、写真ですが、結構やっぱね、シャープネス出てますね。で、これ明暗差がある写真ですけども、フレアとかもそんなには出てないです。まあ、さすがテッサーということでね、まあ、いいレンズなんでしょう。で、このカメラなんですけどね、まあ、見てわかるように、非常にコンパクトですね。もうポケットにもね、入るっていうぐらいのレベルの薄さです。でね、もうこのね、これ、握るとこ、革なんですけどね。これ、85年ぐらい前の革。どんな舐めしをしたらね、こんなに長持ちするのかなと。まだちゃんと使えるんですね。セミパールも持ってるんですけどね、セミパールはね、金属製の板にね、合皮を貼ってあったもので、もう剥がれちゃって金属製の板だけ残ってるみたいな感じですが、これはちゃんと革です。まあヨーロッパのね、革のなめしの技術ってかなり高いということなんでね、長持ちするんでしょうね。でここにもね、まあイコンタ520ってね、モデルナンバーが打ってます。まあこのモデルナンバー520なんですけどもね、まあ520の中でもね、オプションで距離計がついていたりするやつとかもあるみたいですが、これは目測です。距離計どうやるんだろうな。ここになんかつけてね、距離計をピント合わせのね、距離計をつけることができるようになっているものもあるみたいですね。で、このカメラね、もうね、ご存知の方も多いと思われますが、たくさんのコピーが作られました。特に日本製のコピーだけでも相当あるんじゃないかな。僕も実際に2台持ってます。セミパールと、セミレオタックスと2台持ってまして、ほとんど同じです。もうね、カメラのこと何も知らない人だったら見分けがつかないぐらいそっくりなんですけど、やっぱシャッタースピードは100分の1とかなんですね。レンズはね、セミパールとかは4枚玉になって、セミ、レオタックスはちょっと確認してないんですけどもね、セミパールは、なんだっけ、テッサーじゃなくて、ヘキサーなんですね。多分ね、ヘキサーっていう名前ね、まあ、六王社っていう会社がね、作ったんで、六はヘキサーね、ヘキサノンか。になるんで、ヘキサーなんだとは思いますけどね。そのレンズの名前ね、コニカヘキサノンっていうのはね、多分そこから来るんだとは思いますがね。テッサーのコピーはヘキサーということですね。今回はそのツワイスイコンの、お話なんでちょっと脱線しましたがね。このカメラね、ちなみにヤフーオークションで値段バラバラなんですけども、まあ、5000円前後で取引されてることが多いと思いますが、程度のいいものはやはりね、結構いい値段はすると思います。まあ、ブローニューフィルムね、まだ入手できますし、
16枚撮影できるって結構リーズナブルに撮影できます。テッサーですから写りもいいですし、コンパクト。で、ちゃんと使える個体もまだちゃんとあるということでね、これほとんど何も手つけてないですからね。蛇腹はね、穴を塞いだだけなんでね。まあ、そんなわけでね、まあ、狙ってもいいんじゃないかなと思います。まあ、スプリングカメラ、今回ね、初めて扱いましたがね、まあ、枚数、撮れる枚数少ないということも、まあ、あるんですけど、手軽に撮れてね、すぐに現像に出せるっていうノリでいいんだと思います。まあ、フィルムがね、ちょっと高価になってきていますが、まあ、モノクロのね、アリスタとかね、その辺だとまだそこまで高くないんでね、ちょっとね、遊んでみるのもいいかもしれませんし、まあ何より飾りになりますね。これもう骨董品、完全に骨董品です。でね、まあこれを手に取ってね、まあもしかしたらね、そのヒットラーさんとかをね、取ったのかもしれないなということをね、イメージしながら楽しむのがこのカメラのいいところなんではないかと思いますね。で、シャッターもね、非常に静かですしね、これ500分の1ですからね。これが、やっと、500分の1。うん。レンズの明るさは F3.5 なんで、まあ、暗いところで撮るのはちょっと向いてないかもしれないですね。で、まあ、目測になるんで、まあ、できればね、明るい屋外で、比較的絞りを絞れる環境で撮った方がいいと思います。あんまり明るいと今度光漏れが心配になるかもしれないけど、まあそこはちょっとね、メンテナンスでしっかりね、確認してから使えばいいと思いますね。はい、いかがだったでしょうか。初のスプリングカメラ、僕スプリングカメラ使うの本当に初めてだったんですが、意外と違和感なく使えます。ちょっと驚きましたね。まあ、小さいということもあってね、持ち出すことが簡単なんで、まあそこはいいんだと思いますね。蛇腹がね、その、破れないかなとか心配することももちろんあるんですけども、コンパクトですしね、意外とね、普通にスパスパ撮れました。国産のモデルでね、パール3かな、蛇腹カメラね、ピント合わせがね、レンジファインダー式のものもあると思いますんで、多分、そういうのから入ってもいいんでしょうけどね、まあ、目測ピント合わせで、大丈夫っていう人はね、もう遠慮なく言っていただければいいと思います。結構安い。テッサーがね、テッサーがついた、カメラが5000円とかで手に入るということを考えたら安いんじゃないでしょうか。まあそんな感じですね。はい、ここからは、いつもの視聴者様の、作品投稿のコーナーになってまいります。作品投稿のコーナー、今日の作品投稿のトップバッターはケンちゃんさんですね。いつも楽しく拝見しています。作品投稿です。お題は夜明けの名シーン1、2でお願いします。カメラオリンパス OMD EM1 随行12-60 SS シャッタースピードは2秒ということですね。で、作品なんですけど1枚目、これ手持ちなのかな、ちょっとほんのりブレているように見えますね。もしかしたらレリーズする時のね、シャッターボタンの反応でブレたのかもしれませんがね、色は非常にいい色が出ております。で、2枚目の方なんですけどもね、この手前のね、歩道のね、緑色の照明が非常に印象的ですね。これ2秒間ということでね、ライトがね、流れておりますが、2秒でこんなに流れるんだな。まあ、高速ですからね、映ってるのは高速道路なんで、高速道路とモノレールのね、軌道が映っておりますがね。僕もね、最近はここはあんまり通らなくなったんですけども、新しい新名神ができたんであんまり通らなくなったんですが、以前は本当に毎日往復しておりました。まあ、マイクロフォーサーズで2秒、結構いい、ISO どのぐらいで撮ったんだろうな。ちょっとわからないですがね、いい感じで撮れてるとは思いますね。はい、ケンちゃんさんありがとうございます。次はね、栗さんですね。こんばんは、久々に投稿します。1枚目のタイトルは秋の田園風景。カメラは2代目キャノン T70、レンズは FD28-55、フィルムはコダックのカラープラス200ですね。2枚目のタイトルは、秋山散歩。カメラ、レンズ、フィルムは1枚目と同じ。場所は2枚とも羊蹄山からです。以前の動画で登山を趣味にしているのではないかと推察されておりましたが、ピンポーンです。登山歴37年の山岳写真マニアであります。これからもじゃんじゃん投稿していきますので、よろしくお願いします。ということで、こちらもよろしくお願いします。で、作品なんですけどね、
これ1枚目ね、これはもうね、高い山に登った人じゃないと、まあ楽しめない景色ということでね、まあ、やや雲海になる、まあ、地面にね、雲がへばりついているさ、まあ、こんな景色は私は見たことないですね。で、2枚目なんですけどね、作品としてはこれが素晴らしいと思うんですが、これね、トリミングしてもよかったかな。トリミングしてたらもしかしたらタイトル画面になってたかもしれませんが、ちょっとシャープネスには落ちるか、トリミングすっとね。絞りいくつで撮ったんだろうな。もうちょっと絞ってもよかったのかも。知れないですね。印象的なゴーストが映り込んでおります。なかなかいい写真だと思いますね。栗さん、ありがとうございます。次はね、チムニーさんの作品ですね。こんばんは、チムニーです。日々の後悔お疲れ様です。先日都内へ行く用事があったのでカメラ片手にスナップ撮ってきました。タイトルは1枚目2枚目ともに恋しくてたまらない。いやー、田舎に住んでいるので人が多い場所では呼吸をするのも怖いですね。それではよろしくお願いします。もう本当そうなんですよね。カメラペンタックス SPF、 ペンタコンオート 50mmF1.8、 フィルムは富士の業務用100ということですね。で、作品なんですけどね、これね、アヒルビアホールですね。俺一瞬、違うものに見えました。もうピーですけども。こういうね、飲み屋街の雰囲気、ほんとたまんないですよね。で、2枚目の方ですが、レンガストリートっていうところで撮られていますがね、これ街灯なんでしょうかね。非常に印象的な形の街灯ですね。面白いものになっていると思います。はい、チムニーさん、ありがとうございます。危なくね、変なこと言うところだったです。次、カンカンフォトさんですね。中根おたきさん、こんばんは。いつも夫婦揃って楽しく動画見ています。初めての作品投稿です。撮影機材、キャノン A1、レンズ、ニュー FD2.8、単焦点、1枚目はひまわり。ロムグラフィー、カラーネガティブ100、2枚目コスモス、コダックプロイメージ100度ですね。タイトルは2枚まとめて、夏から秋へということで、よろしくお願いしますということですね。ちなみに旦那とおたっきさんの影響で2ヶ月ほど前からフィルムカメラを始めました。夫婦揃ってフィルム撮影楽しんでます。いや、羨ましいですね。うちの嫁なんかも絶対写真やんないっすよ。もうスマホでたまに撮るだけって感じですけど。で、1枚目なんですけどね、ひまわりがね、バッチリ咲いておりまして、これ元気なひまわりですね。まあ、フィルム写真なんでね、撮ってからしばらく経って出てくるっていうのはあるんですが、非常にいい感じだと思いますね。2枚目のコスモスなんですがね、このコスモスがね、なかなかいい写りなんですね。ひまわり構図、日の丸構図だ。ひまわりじゃねえや。日の丸構図ではあるんですが、非常に解像度のいい写り、いい色で写っているのと、後ろのね、ボケも綺麗にボケていますね。この写真ちょっとタイトル画面いっちゃおうかな。カンカンフォトさん、投稿ありがとうございます。まあ、時節型、秋の写真ということでね、タイトル画面にしていこうと思います。それでは、次行きますね。ふわふわもちもちさんからの投稿ですね。こんにちは、おたっきさん。毎回動画配信楽しみにしています。写真はデジカメで特に何も考えずに撮っていたのですが、おたっきさんの動画を見てフィルムカメラにハマってしまいました。まだ構図がとか何が何だかわかりませんが、これから勉強していきたいと思います。初投稿の写真ですが、近所を散歩中の風景写真です。タイトルは、太陽と海と実りに感謝です。1枚目は太陽でキラキラの海の向こうに火力発電所。2枚目は稲穂でいっぱいの神社の近くの田んぼです。向こうの山に鉄塔や電線があって、自然の中に人工物は合わないかなと思っていたのですが、エネルギーも大事な恵みですね。散歩の最後に神社でお参りして帰りました。カメラはツアイスイコンコンテッサ S310 ですね。絞り優勢なのでよく覚えていませんが、1枚目が F8、 2枚目が F5.6 ぐらいだったのと思います。フィルムはコダックゴールド200ということですね。で、作品なんですけど、これ1枚目が素晴らしいですね。構図わかってるじゃないですか。バッチリです。これね、実はね、タイトル画面って結構悩みました。季節柄ね、そのコスモスの写真が来たのでタイトル画面譲りましたが、今回の時点はこれですね。で、2枚目の方なんですけどもね、手前にね、これススキが入っているのがポイントになります。ススキまだ開いてないんですけどもね、もうちょっとで稲刈りだよっていうことで、コンバインがね、準備されている様、もうちょっと天気が良かったら最高だったと思いますね。光がちょっとあんまり感じられない。たまたま雲間に入った時に撮った写真なのかな。
うん、光はあまり感じられないと思いますね。はい、ふわふわもちもちさん、投稿ありがとうございます。今後もよろしくお願いします。はい、作品投稿のコーナーはここまで。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はね、 LP500S さんの俺のカメラですね。おたきさん、こんばんは。動画楽しみに見ております。俺のカメラに投稿しました。以前から気になっていたリコー 500GX を備品、感動品、オリジナルケース、ストラップ付きをゲットすることができました。質感、サイズ感、シャッター音が大満足。早速コダック200を装填しました。撮影が楽しみです。ということですね。これね、ケース付きですね。リコー 500GX。すいません、もうこのカメラ知りませんでした。まあ、この時代のリコーということで、もしかしたら、富岡かもしれませんね、レンズ。カラーリケの 40mm、F2.8 ということで、40mm2.8 ってレンズね、大体どこのメーカーのもよく映るんですが、もし富岡だったらさらにプラスアルファということになるかもしれませんね。革製のケースの状態もなかなかいいし、キャップもちゃんとついてるんだな。これなかなかお買い得だったんじゃないかな。状態よろしいですね。値段は書いてありませんが、値段が書いてるとやったやっちまったコーナーになっちまうから。まあね、ちゃんとね、綺麗に、写真もし撮れましたら、作品投稿のコーナーにまたよろしくお願いします。はい、LP500S さん、ありがとうございます。ちょっとね、俺のカメラのコーナーまだ待ちができておりますが、もうしばらくお待ちくださいということで、ここからは、やったがやっちまったのコーナーになってまいります。はい、やったやっちまったコーナー。今回はね、フィルムを仕入れたよっていうね、内容になってます。デラウマさんの投稿です。こんにちは、やったのコーナーに投稿します。このフィルム、ネオパン SS です。アーサー100の1994年8月期限切れの骨董品。しかも100フィート間2本落札。普通なネガに出来上がったのは α9000 の ISO 感度32に設定したからでしょう。古いフィルムでも感度を落とせば使えると確信できました。残っているものは今更ですが冷蔵庫に押し込みました。運転気をつけてくださいねっていうことなんですけどね。でね、これね、ほんとバッチリ映ってますね。ネオパン SS ね、僕はね、学生の頃によく使ったフィルムですが、まあもうね、27年ぐらい期限切れで経っておるんですが、ちゃんと使えるんですね。以前のね、動画で、ネオパンアクロス ?20 年落ちのネオパンアクロスを ISO50 ぐらいで撮ったっていうんで、まあ、綺麗に映ってたっていう動画作りましたけどね、32で撮って十分映るということで、まあ、あんまり映りが良くなかったら増感現像するっていう、まあ、手段もあるんですけど、これバッチリですね。32でいい感じで撮れておりますね。ちょっと明るめのレンズが欲しくなる感度ではありますがね、バンバン使えるね。100フィート間2本だから、フィルム50本ぐらい作れるんでね、36メートルに50本近く作れるんで、羨ましい話になっておりますね。デラウマさん、ありがとうございます。本当にね、今回のやったーのコーナー、ね、手に入らないフィルムではありますが、まあ、50本ぐらいあったら当分は楽しめるぞということで、まあ、冷蔵庫に入れてたら感度も落ちねえだろうしね、本当に羨ましいです。はい、今日の動画こんな感じになっていきます。ちょっとね、疲れが溜まっておりましてね、キレが悪い動画になっております。今週頭からね、結構ハードな仕事が多かったんでね、もうポワポワになってるんですけどもね。で、次週はね、とりあえずね、EOS1 が取り上がったんですね。ニャンコラ Z! 重たいです。EOS1 にね、このね、EF28105、F3.5 から4.5 という普及レンズでね、コマ200でね、試写してきたんですね。まあ、試写ということでスパスパ取り上がったんですけどね、実はね、並行してこいつも撮ってます。よいしょ!ちょっとフィルムは違うんですけどね。F4 とね、EOS1 の比較の動画もね、ちょっと伏線に、入れつつ今回はやっておるんですけども、とりあえずね、試写、したんでね、現像うまいこといきましたらね、こいつのカメラの紹介に、なっていくと思います。でね、そろそろね、キャノンニュー F1 とね、ニコン F3 の比較動画も作っていこうと思いますので、まあ、こうご期待ということでね、はい、今日はね、非常にキレの悪い、ちょっとお疲れの
トタッキーでありました。いかがだったでしょうか。高評価、コメントの方ね、どしどし、募集しております。コメントね、本当にやばいことになってて、2週間前のコメントにね、今返しているっていう段階になってます。本当時間なくてね、普段だったらね、このぐらいのコメントはさばけるんですが、ちょっとね、仕事がね、だいぶ落ちてましてね、仕事の質がね、時間がない、状況が続いております。コメントの返信ね、もうしばらくお待ちください。で、高評価の方はね、もうポチッと押すだけなんでね、高評価どしどしお願いします。で、最近ね、ちょっとどっとね、チャンネル登録者が一瞬減りました。多分ね、ライブで落ちまくったのが影響したのではないかと思いますが、あんなのはなかなかないのでね、チャンネル登録の方ね、やめないようにお願いします。で、チャンネル登録ね、募集しております。まだまだね、再生している人の、まあ、2割ぐらいはね、チャンネル登録してない方ですのでね、ぜひぜひチャンネル登録していただければと思います。また5000名が来ましたらね、カメラプレゼントの方してまいりますので。はい、今日の動画はこんな感じです。また次の動画をお待ちくださいませ。それではごきげんよう。さよなら。